泳げるオーガスタ、泳げないオーガスタ。いやー、多分山さん何のこっちゃって感じですよね、うん、どういうこと。いやもうね、この番組で常に話題になることがあるんですよね。なんやなんや、はい、なんやなんやねん。まあちょっと山ビック、あ、そうです、ゲストです。山崎まさよし君です。どうもどうもどうも、すいません。あのさあまずはさあ、まずはさあ、もうゲストですよ、スーパーゲストゲストさあ紹介さあ、するさあ、するさあ、沖縄人まずあのね、うん、あのずっといつ頃からだよね、なんでだっけ、うん、なんか泳げる泳げない話をしててさ、オーガスタのメンバーの中で、うんうんうん、でオーガスタのメンバーはみんなどうなんだろうって、うん、で結構そのちゃんとした調査もせずに僕らが適当に勝手に言ってたんですね、そうそう、イメージで、ね、あいつは泳げないっちゃうのとか言ってたんですが、うん、今回ちょっと調査してみました。したんや。してちょっとこれ取ってきてもらったんですよね、うん、それをちょっとじゃあ一緒に一気にちょっと聞いてみましょう、はい、一気に皆さんも聞いてみましょう、うん、スキマスイッチボーカル鷲高屋です、うん、僕は永遠に泳げます。永遠ってすごいな、うん、永遠ってすごい。バタフライです。バタフライで、バタフライで、スキマスイッチ鍵盤時田慎太郎です、お願いします、うん、金槌ではないにしろ、泳げない方です。一番今まで長くたくさん泳いだの記憶の中にあるのは、200メートルをクロールで泳いだぐらいで、まあ、平泳ぎなんかも多分25メートルぐらいで力尽きると思うんですけど、うんうんうん、なので、まあ、基本的に泳ぐかって言われたら泳がないですって言います。あんまり好きじゃない方ですね。びっくりです。どうも、荒木優子です。いい子、うん、一応泳げます、うん、私の通ってた高校が、うん、50メートルプールで、うん、真ん中ら辺はもう足がつかないんですよ。でなのでもう強制的に50メートルは泳がされる、泳がないと死んでしまうから、そうですよね、感じです。すごい。あとそうですね、一番おそらく泳げるのは、うん、平泳ぎかと思われます。はじめちとせです。こいつはすごい。私はですね、水泳の授業はですね、うん、近くの川で、鍛え上げてきたわけなんですけれども、うんうん、その回ありましてですね、うん、流れに逆らってずっとね、泳いでたので、流れのないプールで泳ぐとですね、平泳ぎはすごく速い、流れある方が速くなる、自分で思って、再開に出したことはないんですけれども、うん、めちゃめちゃ速いんじゃん、泳ぎは得意な方かなと思っておりますよ。どうも、浜畑洋平です。突き指するんじゃん、僕めっちゃ海に行くタイプの人間だったので、まあスイミング習ってたというのもありますから、多分体力の続く限り泳ぎ続けるんじゃないかな。こちらも永遠ですね、思います。みんななんでそんなに、まあ、得意な泳ぎ方はね、やっぱ海で泳ぐことを考えると、ずっとこうね、まあ、ずっと顔を出せる泳ぎ方というとやっぱ平泳ぎになるんですけどね。みんな平泳ぎやな。基本的には全部の泳ぎ方、すごい、できる。バタフライもできるってこと？ああ、よう、バタフライしたら周りの魚逃げていくよね。ということで、うん、すごいね。あ、で私この間そう、ハタに、ほらスタジオでハタに聞いたじゃん。あれ、ハタって泳げる？あのね、どうでした？もうね、25でもう。うーってなるって言った。うろこっていう曲があるのに。もうね、いやです、うん、なんか僕はもうちょっとなんかなんなら泳ぎたくないっていう、何やあいつ、苦しい、なんでそんな怒めちゃくちゃ怒られてるじゃないですか。あ、そう、そんなに怒られてる。古くんと一緒、私と平泳ぎができない。そう、僕も平泳ぎできないんです。あ、そういう人知ってる。いやいや、ここにおるんですよ。上半身と下半身の、うん、そう、そうです。あれが分からない。タイミング分かんない。まさにそうです。まさにそうです。うん、スキップできないのとちょっと似てる。ああ、でもそう。手と足を一緒に開いちゃうんだよね。そうです、そうです。そうする、いけないでしょ？うん。足がまっすぐの時に手をかく。そう、で、その後にすかさずこう、足で蹴る。あのね、ね。いや、それ分かってるんですよ。頭では分かってるんですけど。うん。なんか沈みそうで怖いから、手と足を一緒にグイーンってやっちゃうわけ。それだったらアメンボやな。ああ、でももうアメンボですね。アメンボの方が、まだ分かってるかもしれない。確かに、泳ぎ方をね。そうか。それで、実は山ちゃんはどうなわけっていう。うん、山崎まさよしさんは、まあバレーボール部で、うん、まあね、ドラムもできるし、うん、まあ運動神経良さそうですけども、ほら、しんたくんがね、うん、
結構泳げない。でも200メートルは泳げるっていう。200メートル。すごいですね。200メートル。200メートル。200メートルです。今3回言った。3回も言ったから。何よ。600メートル。いや、ちょっと待って。何よ。瀬戸内やで、抱負は。山口の抱負は。瀬戸内のカッパって、それは、俺のことだよ。瀬戸内のカッパなんですか。瀬戸内広いな。瀬戸内やったらカッパがおんねん。ユウのとこも瀬戸内なんだから。うん、ユウ。でも、うん、じゃあもうめちゃくちゃ泳げるってことですか。あのね、俺、うん、2年連続なんやけど、はあ、あの小学校5年生とかの時、うん、はあ、5年生の時に、はい、遠泳ってわかる？遠く泳ぐ。遠く泳ぐ。はい、うん、あ、さっきあの、拓也は、拓也、うん、永遠って言ったよ。永遠に。永遠に泳ぎます。俺はどっちか言うと、遠泳に泳ぐ。遠泳。遠泳って3キロなんよ。3キロ？やだ、もう3キロなんて。嘘。3キロでバーって泳ぐのに、横に、あの、太鼓鳴らしながら、おっさんがこう、船でついてくるんよ。へぇー。ほんで、それで、3キロの 1.5 キロ地点ぐらいで、うんうん、甘露飴投げようねん。甘いものを、糖分をもらって、もっとこう、張り切るように。その甘露飴投げるやろ。それ受け取らんとあかんねん。そうですよね。ということはやで、平泳ぎして受け取れるっていうことやから、ほぼ水球選手と一緒や。いや、ほんまそうですね。すごいな。それで、その一周回って帰ってくるっていうのを小学校の時やった。へえ、でもさ、受け取れんの小学生。受け取って、るのもすごい難しい。取らないとね、糖分が得れないから取るしかないですよね。だからそれは海の話やけど、うん、あのだから平泳ぎやったら、あのそれこそ永遠に。でもさ、瀬戸内っては瀬戸内海だけど、うん、塩水当たり前だろ。海ですから、ね、海ない海言うてますからね。甘露飴の砂糖水が入ったの。あ、そうかね、はい、ただ波がないってだけ。まあそうね、なぎって言われて、そのあんまり波が立ってないけど、少ない、うん、じゃあ山も泳げちゃうの。すごい。じゃあ結構みんな泳げる人の方が多いですね。すごいね、うん、これはなかなか大笠さ、ちょっとね、ご調査させて泳げる大笠さでした、はい、さあここで、うん、こうなったらがむしゃらバタフライ聞くしかない。そうですね、うん、ね、じゃあ山ちゃん曲紹介と。がむしゃらバタフライ聞いていただきましたのは山崎まさよし、がむしゃらバタフライでした。イエイ。続いてはメールをご紹介したいと思います、はい、東京の味噌サザイさんからです。何でしょう。まさやんにお聞きしたいです、うん、私は嘘がつけません。ああ。心に少しでもあれば心象膨大に言えますが、思っていないことはお愛想さえも口が動くことを拒否します。まさやんは本当のことを言えないときどうしていますか。 1. 嘘をつく、うん、2. 黙っている、 3. 遠回しにほのめかす。私は2が圧倒的に多いので、すぐ会話に詰まり人付き合いが苦手です。まさやんがこの質問に本当のことを言えないということもありますね。てんてんてんって、すごいなんか自信なさげに心配しながらこの質問を送ってくれてます。嘘をつけないってこと？この方嘘をつけなくて。嘘をつけない人はつかなくていいですよ。まあそうですよね。ほいで、その人のことを悪く、うん、もし、悪く言う必要も なかったらその場でいいとこ探したらいいんちゃいます。だからそのネイルすごいいいね、どこでやったんとか店教えて。山さんがでも俺が言うてもおかしいけどね。京子さんが急に、ね、山さんに聞かれたらびっくりしますよね。そうだから、その悪いっていう、はいはい、ネガティブなところを見つかってだとしたんだったら、うん、多分それと同じ量でいいとこって絶対ある、ね、ありますよ。ああね、うん、そうですね。いいところをちゃんと見つけて、うん、あなた本当に餃子好きねって。知らない。いや、もう絞り出してね、絞り出して私いい店知ってるわ。本当餃子好きだから。餃子好きになった。シューマイの美味しい店もあるんだよ。会話ってそういうことだよ。そうですよね。あ、もう賭けだね。うん。餃子好きかどうか分かんないけど。分かんないけど。分かんないけど。餃子好きって聞くとか。確かに、うん。だからいいとこ探すしかないです。ああ、なんか。確かに。言わない、あなたの枝毛。ありがとうってなるかな。
ええわね、あなたの絵だけ。久しぶりに聞いたよ。もう授業中全員がこんなことやってたって。やってた、やってた。授業中ほんと切ってたよ。久しぶりに聞いた。いや、でもそのぐらい絞り出して。うん、まあ、だって関係性ですからね。だから悪いとこ言える関係性だったら言ってるし。そうそう。そうですよね。だからまあ、遠回しに褒めるっていうこともまあいいかもしれない。うん、いや、あなたのフケ綺麗ね、フケ。フケって。粉雪のようねいやでもその分、うん、そうかそうか誰この先生呼んだのもう誰これもう先生もう邪魔な気になれよじゃん人生の先生人生の先生まあ25年 ね、うん、ねプロとして活躍してますから、うんはい、これで締めていいの3週目これで締めていいんですいいんじゃないの山崎まさよしファンの皆様こんなですでもねまあいろいろ真面目な話も聞いてそうですねでも笑いはいいないやそうですねやっぱ笑いはいいと思います、うん、ということで最後にあの山崎まさよしさん3週にあたってありがとう、はい、ありがとうございましたじゃあ最後に何ていう曲にしましょうかもう僕は振り向かない京子と聖夜のスパイスオブライフゴールド。いやついにですね、はい、その泳げるオーガスタ泳げないオーガスタ問題結局みんな結構泳げるってそういうことです でも将棋界山さんの3キロでしたね雨キャッチ甘露雨投げられて泳ぎながらキャッチして小学生キャッチするそんなあんま聞いたことないですけどでもそういえば、はい、あの山口県の防府出身、はいはい、あの防府でまあ小学校とかね、はい、送っていたから、うん、やっぱ海近いとねまあそうですね身近なものですもんね。あの千歳が川で流れに逆らって泳いでる姿が浮かぶ。すごいな。すごいな。でもね、あの今度オーガスタでボーリング大会をやらないかっていう。ああ、いいじゃないですか。話が上がってて。はいこのボーリングのね、はい、あの皆様の成績とかね、はいはい、とか僕あんまボーリングやったことないですけど、はい、多分勝てると思いますああちょっと待ってクリスマスに強め衝撃がいや強めに言うといた方がいいかなと思ってそうねそうですよし多分ちょっとじゃあいいですかじゃあこれも調査入りたいと思いますそうですね調査入れて、はい、よろしくお願いいたします来週はどうなるのかな、はい、お楽しみにそれではまた来週京子でした松本誠也でしたバイバイ